さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回僕、ある動画を見て、これしたいなっていうやつを探してきたので、それをやっていこうと思います。その名も、彼氏に突然、隠していることがあるんじゃないのっていうことを電話で伝えてみたら、どういう反応するのかをやっていこうと思います。イエーイ！少量。はい。というわけでですね、今は13時なんですけども、今ちょうど寮はスーパーに買い出しに行ってて、で、そこで突然僕が電話で、隠してることないかなっていう風なことを伝えようと思います。当然ないって言うと思うんですけども、それでもなんかいろいろ聞き出してたら、なんか秘密を聞けるんじゃないかみたいな思うんですよね。なので、それをやっていこうと思います。で、まあね、こういうことをするとね、試すドッキリって良くないですよ、みたいなことを言われるんですけども、そっか、ごめんなさい、翔太のこと嫌いにならないでください、お願いします。それは、お願いします、ね、はい、というわけで、やっていこうと思います。ぷん。ひょにょ。どういう反応するのか。やだな、これでなんか出てきたら、それはそれでちょっと悲しいんですけども、まあ、大丈夫だと思います。かけますね。もしもーし。もしもし？どうしたの？今どこなの？今まだお店に向かってる途中。あ、ほんと？うん。うん。何追加？あ、いや、特にないんですけど。うん。なんかさ、どうしたの？うん。なんか隠してることあるよね。何どうしたの急に。まあ朝言えなかったけど。うん。何どうしたの？あるの？別にないよ。ほんとに？うん。え？何？どうしたん急に。なんか本当に思い当たることとかさ。俺にまあ言っとかなきゃいけないことあるんじゃないのかなって思って。何？ないけど、ないよ。本当？うん。なんだろう。全くない？ないと思う。ほーん。そう。なんで？なんで急にそんなこと言うの？何？なんでため息ついてんの？いや、まあ。あると思ってるからさ。なんで？急に？あれ？うん、またなんか。まあそんなのはまあ日常茶飯事だけどさ、まあ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 。なんでそんな急に電話までしてきてさ、そんなこと言うの？いやまあ今知りたいなって思って。知りたいな？別に何もないよ。あ、本当？なんで逆になんでそんな疑ってんの？いや疑ってないよ別に。疑ってないし別にそういうあれじゃないです。はい。じゃあどう言われる？まあ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 。うん。そうか。じゃあ、じゃあいいよ。なんか引っかかってるでしょ？なんかあったんでしょ？いや、大丈夫よ。大丈夫だよ。なんで？なんかすごい気になるんだけど。まあ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 。まあまあじゃないじゃん。だってさ、そんなんだ、わざわざさ、電話かけてこないじゃん。まあそうなんだけど、なんかしたらさ、まあ、そうだな。まあとりあえず、いいよ。いやまあ、買い物したら帰るけどさ。うん。何？なんかすごいなんか、うん。すげえ気になる。いいよ、大丈夫。とりあえず帰っておいで。なんで？終了。とりあえず帰って。言いたいこと言うな、あるならはっきり言いなよ。ないよ、別に。とりあえず帰っておいで。もしかしてさ、はい。ねえ、うん。カメラとか回してないよね。ん？カメラ。終了。うん。本当に？うん。なんか怪しいんだけど。まあいいから戻っておいでよ。何もないのになんかそんな電話かけてくるの怪しくない？うんうん。ひょにょ。じゃあまあ買い物して帰るわ。はい。待ってまーす。はい。バレましたね。まあ、潔白な人でよかったっす。これで何かあるよねって言った時に、これよ、どうって言われたら、ちょっと困ってたかも。まあでも、よかったです。はい。じゃあ、帰ってくるのを待とうと思います。ひょにょ。いやよかったかも。よかったよね。よかったんじゃない？まあないよね、普通に暮らしてて、そんな。お腹すいたー。お、帰ってきた。
おかえり。ほらやっぱりじゃん。いや、よかったよかった。なんもなかった。不安、不安だった。不安、何もないじゃん。何もないよ。よかった。よかったよかった。オッケーオッケー。はい。急にさ、はい、電話とかしてくるからさ、うん、怪しいなと思って。でも最初さ、え、なんかやったっけと思ってさ、俺もなんか不安になったけど。オッケー。何もないよ。よかったです。よかったです。何のためにやったのよ。何のため？うん。動画のため。はい。はい。というわけで今回は彼に何か隠し事あるでしょうって言った時に何か暴露することが出てくるんじゃないか検証をしてみました。イエーイ。何もないから出てこない。はい。というわけで今回はここまでにしようと思います。はい、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた今度お願いします。